こんにちは、カバゴロウです。今回はこちら、ニッタクのファスターク C1 を使用してみた感想をお話ししてみたいと思います。ドイツ高度が45度のファスターク G1 の柔らかいバージョンという位置づけの商品でございます。私はこのニッタクのファスターク C1 は以前にエヴァンホルツの5枚のバック面で使用していたことがありまして、柔らかくて使いやすいという印象を持ってました。で、まあちょっと手放しちゃったんですけれども、まあ、そんな好印象を持ってましたので、まあ、その経緯、最近だとロゼナもレビュー動画出させていただいたということもあって、その標準高度の45度のラバーっていうのもちょっとずつ手を出し始めてるということで、今回改めてファスターク C1 のレビュー動画もやってみようと思い購入しました。で、まあ、ファスターク C1 といえば、まあ、この質感ですよね、まあ、このカメラでは伝わらないかなという感じはするんですけれども、この透き通った赤いシートがですね、私は美しくて好きですね。この C1 はね、このラバークリーナーでね、拭いた後のね、ツヤツヤしたこの C1 を見るのが本当すごく嬉しくなります。なんか本当質感が素敵な C1 なんですけれども、なお同じファスターク G1 のレビュー動画も出してますので、よかったら概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、ということで結論なんですけど、この今貼ってるラケットですね、インナーフォースレイヤー ALC なんですけど、バタフライのラケット、看板ラケットですね。結論なんですけど、このインナーフォースレイヤー ALC との相性がなんか抜群な感じがしてます。ロゼナともちょっとコーツつけがたい、まあ、最近だとね、このレビュー動画で45度のラバー、ロゼナと C1 しかこの試してないわけだけれども、まあ、どっちもコーツつけがたくて、どっちもいいじゃんっていうふうに思ってるっていうのが結論ですね。はい。結構これ45度ならこれ使おうかなって思えるみたいな。でそれロゼナでも同じこと言ってるんですけど、はい。なので、なんだ、その2枚舌的なってなっちゃうんですけど、いや、いいラバーだと思いました。はい。インナーフォース ALC のバッグに貼って使ってみたんですね。最初はですね。で、コードほどの硬さは感じないものの、そうは言っても 42.5 度よりはもう全然硬いと。まあ、いつも言ってるんですけど、やっぱ瞬間的にこう詰まったりとか、なんかタイミング外された時に 42.5 度よりもやっぱ硬いんだなっていうことをはっきりと感じるので、42.5 度から変更した場合には、ロゼナ同様、今すぐ使いこなせる感じではないかもしれないんですけど、まあ、でも使い込んでたらなんかいいなっていうふうに思うようになってきたという感じはあります。はい。で続いてフォア面で打ってみたんですけど、 G1 の柔らかい版っていうのがやっぱ打ち比べればもうすぐに分かるかなという感じがします。 G1 よりもやっぱ柔らかい分だけ食い込みを感じられて、で引っかかりも感じやすくてっていう扱いやすさはあると思います。まあ、ただしその分、食い込みやすい分だけなんかこう強打に上限があるというか、この感じだと回転もいくらかけても回転量の上限にもなんか、限りがあるかなっていう、なんかね、フィーリングがありますね。はい。なのでフォアで使うなら安定はするけど、回転量はどうしても G1 に劣るかなっていうのは、やっぱもう打っててちょっとすぐ分かっちゃうなっていう感じがありますね。なんか前にも言ってるんですけど、本当なんかね、バック向けのラバーでフォアを打ってるような、ちょっとそういう若干のもう少しハードなラバーで打ちたいんだけどなっていう、僕みたいなものでもちょっと思えてきちゃうようなところはあるかなと思います。もちろんその分扱いやすさとか入りやすいみたいなのはあるんで、そこは何を取るかっていうのはあるかと思います。はい。で、まあ、またバックに戻るんですけれども、バックはですね、バック打ちをすると、まあ、そこまで何でしょうね、柔らかさは感じるわけでもなくて、普通の45度のラバーっていう感じはします。まあ、ここらロゼナとそんなに変わらないかなというところ で次に相手の下回転をこうバックドライブをするとですね、まあ、グリップ力もまあまああって、でスピードをこう出し気味で打っても、その速くて回転のかかった良い球みたいなのがやっぱ出るんですよね。結構簡単に入ると、はい、でロゼナの時にも言ったんですけど、なんかね、やっぱね、 42.5 度のラバーでは
なんか絶対に出せない質の球が出せてしまうっていう、なんか良さをやっぱ改めて感じましたね。はい、でその後の対上回転のバックドライブもやっぱその、まあ、45度って 42.5 度よりは硬いって意味での、まあ、硬さを生かしての、まあ、押すなり、まあ、かけるなり割と何でもできる印象がありました。はい、いいですねこれね。やっぱりでミートも擦りも両方できる感じっていうのはなんならロゼナよりももしかしていいんじゃないのかなっていう気もしますね。だから攻撃力の最大値みたいなのはもしかしたらロゼナの方がちょっと強いかもしれないけど、バランスは C1 の方がいいのかもしれない、特にバックに関しては、うん、っていうのが私の思ってるところですかね。はい、でまあツッツキやストップみたいな技術っていうのは、うん、まあ普通なんじゃないっていうふうに思ってます。はい、でコントロールもまあ普通で、でブロックはね、まあ、割とやりやすい部類かなと思ってます。はい、でこれインナーフォースレイヤー ALC の、そうですね、まあそれは後で言うか。でまあなんとなくだからロゼナの方が最大の威力は出たかなという印象があって、で C1はまるで 42.5 度のラバーをフォアで打ってみたら性能の上限を感じて、フォアで打ってるとなんか強く打つと何でしょうね、なんか限界感じてるなっていうのがあったんだけど、バックで打つとなんかね、まあフォアでもバックでも共通なんだけど、まあ、特にバックで打った時にはなんかそのインナーフォースレイヤー ALC の打球感となんか組み合わさった時になんかね、そのなんか弾けるような打球感というか、ある一定以上の強さでボールが当たった時になんか打球感が変化するんだけど、なんかその感じ方っていうのがかなり気持ちがよくって、なんか強弱がどのようにつけられているかっていうのがなんか感じやすいんですよね。で自分から当てに行った時、強く打った時もなんか強く打てたなっていう時のなんか音だけじゃなくて感覚と両方やっぱ体で感じ、手で感じられるところがあって、なんかそのフィーリングの良さっていうのが、まあ、ラケットにも要因があるでしょうし、ラバーにもあるんでしょうけれども、そのフィーリングの良さっていうのがなんかそのブロックのやりやすさとかコントロールとかの作りが上手に作れるっていうなんか要因につながってるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、なのでかなりバランスが良くて、でこのインナーフォースレイヤーとの相性も良くって、だから自分は普段 42.5 度のもうちょっと柔らかいラバーをバックに使っていることが多いんですけれども、そんな自分でもこの C1 はね結構今その日から使えそうな感じすらするというところがかなり魅力に感じたという感じですね。はい、感じたという感じって言ってましたけども、威力は出るしブロックもやりやすくて、擦ってよし当ててよしで、まあ、自分にはかなり相性の良いラバーなんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけで今回はニッタクのファストアーク C1 をレビューした感想をお話しさせていただきました。というわけでね、45度系のバック向け、まあ、バックでもフォアでも使える45度系のラバー、標準高度と言われているようなラバー試してきてるわけで、まあ、ロゼナファストアーク C1 と来たんで、まあ、次何だと思います？何がいいですかね。別に決めてないんですけど、まあ、なんか御三家とかいう言葉ないよね。別にこの世界にはないと思うんですけど、まあ同じ日本のメーカーだとビクタスの V15 スティフとか結構有名かなというか、うん、ポピュラーなラバーかななんて思ったりしてますね。はい、そこら辺行ってみてもいいんじゃないかなって思ってて、あと自分は結構ラクザとか八坂のラクザ系のラバー好きなんですけど、45度系って何に当たるのかなっていうのがよくわかんないですね。うん、知ってる人いたら教えてくださいという感じです。はい、あとは海外系のラバーもいろいろあるとは思うんですけど、なんかやっぱ日本のラバーはなんか日本人に使いやすくできているのかなっていうようなのをなんか感じないでもないという感じでですね、まあ、これからも45度系のラバーはもっと深掘りしていけるなと思いますね。この前 G1 のレビューやったんですけど、やっぱフォア向けとなっちゃうとなかなかフォアは粘着の冒険をしているので出しづらいところがある、なかなか粘着ばっかりやってるんで、もうフォア向けのテンションっていうのは
最終的には使わないでしょっていうなんか前提になっちゃうんだけど、バックはうまくなったら 42.5 度とか45度にやっぱステップアップしようっていう時のためのやっぱその検証になってますので、やっぱ自分としてもなんかこう、あ、もっといろいろ勉強したい、もっといろいろ検証してみたいっていう気持ちと、まあ、その後の何でしょう、つながりがあるんでね、うん、もうちょっといろいろ掘り下げられるかなというふうに思ってるという感じです。はい、なんか最後ちょっと時間稼ぎみたいな喋りになっちゃいましたけれども、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。